プロ連盟に起きたルール改正とチョンボ事件について深掘り、何かと注目を浴びがちな麻雀団体のガリバー的存在である日本プロ麻雀連盟。今回取り上げるのはそんなプロ連盟で最近起きた2つの出来事について、特にチョンボ事件に関しては様々な意見が飛び交った上に連盟所属プロたちからも、厳しい意見やフォローが飛び交うなど大きな反応があり注目を集めたので、ぜひ最後までご視聴ください。35年目にして改革路線。ルミアキも意見したプロ連盟のルール改正。日本プロ麻雀連盟のルールが2023年の4月に変更されることが発表されてから、団体に所属しているプロから様々な反応が寄せられました。中でも自身の YouTube チャンネルでルール改正について語ってみた。との動画をアップしたのはプロ連盟の女優四天王にして EX 風林火山に所属する二階堂秋プロとルミプロ。動画の冒頭で秋プロが日本プロ麻雀連盟がルール改正を行いましたとアナウンスを行うとルミプロはそんなことをしたんですかと大げさな反応。そして秋プロがやや不満そうに今回のルール改正について細かいヒアリングや説明がなく突然アナウンスが行われたことを語るとルミプロは大げさにと反応を見せました。秋プロは今まで20年以上にわたってプロ連盟で採用されてきたルールが今回の改正対象になるなど、リーグ戦を戦うプロにとって大きな改革と言えるはずの出来事が何の前触れもなく行われたことに対してかなり不満げな表情を浮かべていました。そして秋プロ、ここからプロ団体のルールについて持論を展開します。秋プロは自分自身がプロ連盟を選択した理由について当時常勤先の雀荘に出入りしていた人たちがプロ連盟に携わっている人たちが多く、自分がプロになると決めた際にはプロ連盟を選択したことは自然流れだとしました。そして昔と違い簡単に情報を取得できる現代であれば、団体のルールなどを確認してからプロ活動を始めることは容易であり、秋プロももし今からプロになるなら絶対に下調べしてから入ると思うんですよねと語ります。そして秋プロは雀荘で麻雀を覚えてプロになりたいのなら巷の雀荘のルールに一番近いプロ協会を選択するのではないのかと持論を展開します。これにはルミプロも賛成のようで、絶対慣れ親しんだルールの方がプロになってもある程度最初から実力を発揮できると思うよねと付け加えました。ここまでの二人の話を要約すると、連盟のルール改正について話を展開する前に、プロ連盟のルールそのものがやや古めかしく、 M リーグなどを見てプロを志す人たちに敬遠されるのではないのかと指摘していると言えます。では改めてプロ連盟のルールを見直してみると、やはり二階堂姉妹が言うように、巷の雀荘で行われているルールからはかけ離れており、やはり古いと言わざるを得ません。プロ連盟が自団体のリーグ戦で採用している通称 A ルールと言われるルールは、 M リーグや雀荘でのルールとは大きく違う点が多く、特筆されるのは一発裏ドラがない点です。ちなみに主要麻雀団体で一発裏なしのルールを採用しているのはプロ連盟と麻雀連合のみ。赤ありすらポピュラーになっている現在、未だに一発裏ドラなしのルールについて、麻雀ファンからは逆に一発裏ドラなしのルールでやったことある人の方が少なくないか、今後もこのルールだけは絶対に変えないと思う。少なくとも森山会長の間は絶対だと、連盟以外の大会はほとんど一発裏ドラありだから、わざわざ普段のリーグ戦と違う戦い方になるってかなり損している気がするなど厳しい意見が寄せられています。プロ連盟は老舗団体と言われながらも、団体の運営については業界で最も革新的と言われてきました。二階堂姉妹を代表とした女優雀士を積極的に露出させ、おじさんしかいないと言われていた麻雀界に風穴を開けました。女優雀士の積極登用以外にも麻雀ファイトクラブを代表とするアミューズメント関連企業とタッグを組み全国展開するなど、常に業界のトップランナーとしての戦略を行ってきたのです。しかしこの一発裏ドラを認めないとのルールについては、あまりにも頑固と言える姿勢を見せており、仮にルール変更を行うのであれば、団体に所属している重鎮プロたちを全員説得することが難しいので、ルールの改正に対して腰が重くなっていると噂されています。ちなみに元 M リーガーの朝倉浩新プロは、連盟プロと天方位が対戦する試合での功績が認められ連盟の B リーグに入る話がありましたが、その後行われた A ルールでの試合で惨敗したことから連盟入りに難色を示したと囁かれていました。
今でこそ朝倉プロに連盟のイメージは全くありませんが、実現していれば朝倉プロが A ルールを研究し尽くした姿が見られたかもしれません。おそらく二階堂姉妹は朝倉プロのようなケースを危惧しており、ネット麻雀などで麻雀を覚えた人たちがいざプロ活動を開始するときに A ルールがネックとなり、プロ連盟が選択肢から外れ、他の団体でプロ活動を開始するのは当然であるとも見ています。その他にもプロ連盟は古いと言われたルールがいくつかありましたが、今回のルール改正で一部が変更となっています。大きな項目で言うと、二階堂姉妹も指摘していた区議会が認められなくなったこと、区議会についての細かい説明は割愛させていただきますが、簡単に言えば手配に 1.23のメンツができているところで上茶から出た4を G して1を切る行為です。秋プロはこの改正をかなり大きな改正と語り、35年近く続いた区以外ありのルールがなぜこのタイミングで改正されたのか詳しい説明がないことに不満げな様子。さらに秋プロは一発裏ドラがなしってことは、ある程度手役を作らないと打点が見込めないし、リーチのメリットがそんなに高くないというのがベースになる。そのために区以外を使ってタネ屋を目指したりするわけですよ。と区議会がなくなったことで根本的な戦術の変更に迫られることになり、終盤での転廃取りが難しくなる点についても指摘を行っています。二階堂姉妹は一発裏ドラなしであれば戦術的に区議会を認めてほしいが、区議会のみ認められなくなったことを野球に例え盗塁が認められなくなった感じと表現しました。その後も途中遊局がなしになったことについて、や国士無双の暗観へのちゃん感がなしになったことなど、二階堂姉妹はルール改正について触れていきますが、どことなく不満げな顔が目立つ動画となりました。その他にも A ルールの中には、 M リーグでは満願に切り上げとなる子供7700、親11600を採用するなど、巷のルールとかけ離れているルールが多く存在しており、二階堂姉妹の指摘するように、 M リーグに憧れてこれからプロを目指す人にとっては敬遠される団体になりかねません。二階堂姉妹以外の連盟所属プロからも今回のルール改正について声を上げているプロもいることから、4月以降で何らかの変化はあるかもしれませんが、一発裏ドラの採用については見送られる可能性が高そうです。今後は麻雀団体でも赤入りのルールがポピュラーになることも予想されており、大井隆晴プロが代表を務める RMU ではいち早く公式戦を自動ハイパイで行うルール改正を発表しています。今後もルールに大きな改正があった際には当チャンネルでも取り上げていきます。風呂役なしでつも物議を醸した往来戦。今回もう一つプロ連盟の話題で取り上げたいのは、前代未聞の出来事が起きた第5期往来戦について。そもそも往来戦は推薦枠がある非常に特殊なタイトル戦であり、2021年に瀬戸熊直樹プロが森山会長に直訴して設立された若手のための大会でした。ここで森山会長は若手の大会を開催することについては許可を受けますが、一つの条件として推薦枠を設けることが加えられました。おそらく森山会長及び連盟の上層部には、新しいスター選手を世に出したいとの思いがあり、麻雀プロ歴がない若手プロでもタイトル戦にチャレンジできる環境を整えるためにも推薦枠を設けることを提案したと考えられます。こうして始まった往来戦ですが、第1期で元 M リーガーの伊達有沙プロが優勝するなど、プロ連盟の思い描いていた新たなスター発掘の役割を果たす大会として認知されることになりました。そうして迎えた第5期にある事件が発生します。ことの発端は2月26日に行われた往来戦で、同大会に参加した河野蘭プロが対局者のジョンボの指摘を行ったことです。河野プロは明らかに憤慨した様子の文面で、ツイッターに789風呂の一つも発生したが、役なし役ないですよ、ツモがあります。泣いてるので泣いてもツモは役ですよね。と言われてすごい気持ちになった、とあまりにも生々しい現場での卓上でのやり取りを公開したのです。この動画をご覧の皆様にわざわざ説明する必要はありませんが、ツモの役は風呂した場合には、成立しない役なので、他の役がない今回のケースは上がりが成立しないので、ジョンボとなります。河野プロの怒りはこれだけで収まっていなかったのか、仮に泣きを入れてツモの発声を行うまではミスとして認めるが、河野プロからの指摘に対してツモがあります。と回答した部分について、ミスではなく根本から知らないのは正直プロの試合出てはいけないと思う。とあまりにも素直すぎる反応を
綴りました。このツイートに対してネットではせめてツモくらい勉強しててほしい。どうやってプロの試験に合格したのか誰かのコネで出るからこうなる。などと辛辣な声が次々と上がり瞬く間に大炎上を見せたのです。ツイッター上では出場者の中でどのプロがチョンボを行ったのか犯人探しが始まる中、プロ連盟はツイッターとホームページに公式な見解を示す文章を公開。その冒頭で河野プロが指摘した通りのチョンボが発生しました。また、上がり役に対する、認識に間違いがあると取れるような発言を、立ち会い人も聞いております。と河野プロが指摘した内容が事実であると認めたのです。さらに河野プロがこの件をツイッターを使って発信したことについて触れ、そのことをツイッターで発言してしまったことについては、河野プロ本人も痛く反省しており、立ち会い人や理事会に要望として出さずに、SNS でつぶやいてしまい、騒ぎを大きくしてしまったことについて、誠に申し訳なく思っております。今後はこのようなことがないよう、注意してまいりますと言っております。と説明しました。とここまでは事件に対する火消しとして問題なかったのですがなぜかここから、チョンボしてしまった選手は、当然ですが、プロテストを受けて筆記試験でも、高得点を取った選手です。しかし、実際に間違えて役のない上がり宣言をしてしまいました。当人は極度の緊張から、完全に勘違いをしてしまい、対局相手の皆様や運営の方々に、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますと謝罪しています。とチョンボを犯した選手を擁護しつつ謝罪のみで事態を収束させようとしたのです。もちろんプロ連盟としては運営サイドがうまくフォローできずにこういった事態を招いたと、組織として問題があったことを認めていますがなぜこういったチョンボが起きたかについてや、告発した河野プロの名前が記載されながらもミスを犯した側の名前は一切伏せられていることなどもあり再び炎上することになったのです。さらにプロ連盟の広報部長を務める黒木正夫プロが自身の SNS に炎上を恐れる必要はないと記した文章を公開し多くの人たちからこれは炎上じゃなくてプロの技量の問題、推薦枠は悪くないって内容だけど問題は役がないのにツモの発生したことでしょとこちらも火消しにはならず再度辛辣な意見がぶつけられることになりました。実は往来戦では過去にも目なし上がりが発生し物議を醸したことがあったのです。事件は第1期往来戦のベスト8をかけた最終戦のオーラスで発生しました。当事者となったのは目なし上がりをしてしまった大月愛美プロと2着での勝ち上がりを狙っていた岡田さやかプロでした。対局ではオーラスに入り全員が勝ち上がり条件を確認するためにボードを確認してからサイコロが振られ大月プロの勝ち上がり条件は倍満を積もるか3倍満を直撃するしかありませんでした。かなり厳しい条件でしたが大月プロのハイパイは1、2、3の3色が見え絶好とは言えないもののツモ次第では大物手になりそうな気配でしたがなんとここから大月プロは3色の種になるEピンを第1打に選んだのです。この打牌に解説を務めていた勝又プロはここからEピンを選んだということは面単ピン系で倍満を狙うのか想図の1色を狙っているのかと大月プロの意図を代弁しますがかなり歯切れの悪い解説となっておりこの時点で勝又プロは異変に気がついていたのかもしれません。そして岡田プロは勝ち上がりの条件を満たす形を着々と整えておりこのままの流れで行けば岡田プロがツモ上がって勝ち抜けと思われましたがその後は手がまとまらず形式転敗も視野に入れていた13巡目になんと大月プロが親の夏目プロからピンフのみの先天となる上がりを決めたのです。一瞬の静寂の後にすぐに実況と解説が大月プロの上がりを勝ち上がり条件を満たさない目なし上がりと指摘します。ここでようやく大月プロも事態を把握しとんでもない勘違いをしてしまったことに気がついたのか大きな動揺を見せ事態は立ち会い人に預けられることになりました。なぜこの上がりが立ち会い人に預けられるのかというと実はプロ連盟ではオーラスでのいわゆる目なし上がりはルールで明確に禁止されており解説の勝又プロはこのケースではチョンボにしてポイントをマイナスした上で局続行ペナルティを課して対局終了のどちらかが選択されるはずと指摘しました。ちなみに堀内プロの一件で森山プロも目なし上がりを行っていますがあちらはオーラスで発生した上がりではないので何の音がめもないまま局が進行しています。そして何とも言えない空気の中立ち会い人が局後にペナルティを課して上がり成立とする裁定を下して対局が終了したのです。この裁定により岡田プロはベスト16で敗退が決定することになり大月プロは泣きながら立ち会い人に私はどのような処分でも受けますから岡田さんを勝ち上がりにして
ください。私は今すぐクビでもいいですからと懇願しますが、そんな裁定は通るはずなく、立ち会い人の吉田忠志プロも涙を流しながら、みんなそうやって失敗しながら強くなっていくんです。辞めるとかクビとか言わないで頑張りましょうよとなだめて場を収めました。大月プロはその後改めて岡田プロの元に謝罪へ向かい、岡田プロからは大丈夫、気にしないでとの言葉をかけられ、改めて大号泣していたようです。何かと注目を浴びやすいプロ連盟のタイトル戦ということもあり、今回取り上げた2つのミスは必要以上に注目されてしまったのかもしれませんね。今回はプロ連盟に起きた2つの話題について紹介をしました。